はい、こんにちは、サラクーです。今は船橋市の行田公園というところに来てるんですけども、こちらの公園のところですね、こちら航空写真で見てみると円形のですね、形をした道路が、ね、あるところになっております。今回ですね、そちらがなんでですね、円形になっているかというところですね、謎を、ね、解いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本当にですね、円形の形状になってますので、ちょっとですね、面白いので今回ですね、調査したいと思います。でですね、こちらがですね、今ね、いるね、行田公園なんですけども、こちら県立の公園になってます。結構ね、もういろんな方が、遊ばれてたということで、今日はですね、12月30日になって、明日がね、大晦日になるんですけども、皆さんですね、冬休みをね、楽しんでるというような感じですね。じゃあ早速なんですけども、円形になってですね、道路のところちょっとね、まず歩いてみて、何かですね、ヒントになるものがあるかどうか、ちょっと調査したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、円形になってる道路のところですね、歩き始めてきました。今のところですね、特にですね、何か、特徴のある、道路ではないんですけども、何かね、ヒントになるものがあればいいんですけども、ちょっとですね、探しながら歩いていきたいと思います。多分この円形の道路を多分1周、2、3キロというような感じなので、そこまでですね、大きな円ではないんですけども、それでもね、まん丸の円をしているので、ちょっとですね、気になる部分ではあります。まずはね、ぐるっと一周して歩いていきたいと思うんですが、ここを見る分にはですね、特に普通の道ですね。でこちらの方には学校がありますね、小学校ということになってまして、ここら辺、行田という地域なんですけども、小学校とか、あとはですね、マンションとかもね、結構ね、立ち並んでるところになります。ぐるーっとこれがね、一周道路がね、丸く一周してるというようなね、道路になってます。ここの小学校は行田東小学校ですね、そういうふうな、ね、小学校があったりしますし、あとはですね、団地が並んでますね。結構昭和とかに使われた団地ですね。奥の方にはなんか新しく作られた団地とかもね、あったりしますけども、こういう風なですね、団地が並んでるよね、ところになっております。いや、なんかヒントになるものがあればいいんですけどね。一周して、どういうものがね、あるかいろいろとね、見ていきたいと思います。明らかに円形でですね、使えて、人工的にわざとね、円形になっている道路と思いますので、ちょっとね、見ていきたいと思うんですけども、中に建っているのはマンションとか、あとですね、小学校とか、多分中学校とかもね、あったと思いますけども、そういうふうなね、施設があるところですね。何かヒントになるものがいいんですが、今のところは見つかってませんね。ちょっと信号待ちしたいと思います。今日はさすがに12月30日ということもあって、結構ね、車の量もね、多いですね。皆さんね、正月のためにいろいろとね、買い込んだりもしてるんじゃないかなと思います。はい、こちらはですね、ちょっとね、メイン道路になってますね。ちょうどですね、円形のところをちょうど真ん中をつなぐようなですね、大通りというようなね、ところになっております。私はね、もうちょっとね、こちらの方、円形のところね、ずっとね、歩いていきたいと思います。今現在は特に何もないですね。ただ本当に今日も車結構多いですね。はい。多分、ここね、一周2、3キロぐらいしかないので、ある程度ね、その間に、移行とかね、あるとは思うんですけども。あと、それ以外もね、なんかね、見つかったら、いうとですね、見ていきたいとは思います。でここら辺は船橋市のですね、西船2丁目というところですね。こちらのからね、船山というね、からになってます。皆さんね、知ってるのは船市でしょうけど、船橋のですね、メインキャラはね、船右衛門っていうね、キャラになっております。でこちらの方もやはりですね、幼稚園とか、あとはマンションとかですね、続くような
通りにはなってますけども、特にそうですね、何かヒントになるというものは、なさそうです。こちらのふまわ市行田保育園ということでね、保育園になってますね。はい、でなんか正面の方にね、ちょっと怪しげな建物があるんですけども、あれはなんかね、関係あるでしょうかね。はい、こんなちょっと面白い構造物があります。ちょっとね、こちらの方も調査したいと思いますね。今日はね、比較的ね、暖かいんですよ。クリスマスとかの時はめちゃめちゃ寒かったんですが、また、年末年始になって、この時期とはね、思えないぐらいのね、暖かさになってます。とてもね、歩きやすくて、もう散歩日和ですね、今日は。なので、ちょうどね、調査もね、しやすいということでね、来ております。で、こちらにちょっとね、気になる建物もあるんですけども、これは多分ね、今こちら歩いてるね、円形の、道路とは多分関係ないものだとは思うんですけどね。で、こちらはですね、やはり、そうですね、UR の建物になってますね。UR の賃貸住宅の行田ということで、こちらですね、UR の、ね、建物になってます。はい、ということで、こちらの方ね、こんな建物が建ってるんですけども、これは何でしょうね。もちろんその立ち入り禁止になってるんですが、はい。こちらは、そうですね、千葉県が管理しているところですね、北船橋給水場ということで、船橋硬化水素ですね。なので大きな水素になってみたいですね。はい、円形の道路とは全く関係ないものなんですけど、これも結構ね、ちょっと面白いね、構造物になってますね。こんな感じですね。こっから見た方がいいかな。こんな感じですね、構造物になってます。ではですね、さらにこちらの方ね、道路、この円形になっている道路ね、調査を続けていきたいと思います。いや、さすがにこっちの方だとなかなか遺構らしい遺構みたいなのもねなさそうですし、なんかヒントなるもんね、なさそうな感じはするんですけども、ちょっとね、面白い構造物とかもねあったんで、よかったですね。で、こっちの内側ね、こんな感じになってます。で、この中には、先ほど の, その県立の行田公園とねいうですね、県立の公園もあったりするので、結構国とか県の施設が入っているようなね地域になってます。なので、国絡みの何かしらのですねものがあったということはね、推察されます。はい、ということで、だいぶ歩いてきましたね。ほんと一周多分 2,3 キロもないような円形の道路になってますので、ある程度ね、ヒントらしいものはちょこちょこはあると思うんですけどね、今のところはちょっと面白い、先ほどのですね、硬化水素がね見えたぐらいということになってます。で、ここら辺ももうちょっと行くとですね、競馬場とかもあるんですね。中山競馬場ですね、多分そうですね、12月24日でしたっけ、有馬記念とかねありまして、その時もいっぱいファンの方とかねいらっしゃったんですけども、ここら辺もね結構混むようなところです。で、正面ですね、ちょうどね電車走ってきました。こちらね、武蔵野線ですね、 JR 武蔵野線ということで、西船橋から府中本町ですね、これも円形になってます。この線路もですね、東京ぐるっと一周する、もともとはね、貨物線だったんですけども、こちらね、こちらの道路と同じようにね、円形の構造物というようなねことになってますけどね。はい、で、メインの通りはこっちなんですけども、基本的に円形となるとね、こっちの方になるので、ここら辺でなんか見つけていきたいと思うんですが、何かありますかね。ちょっとしたね、小さいものでも、ヒントになるものがあればいいんですけどね。はい、ここも船橋市内で結構、住宅街ではあるんですけども、ある程度ね、結構ね、ここまで来ると閑静な、住宅街になっております。今ちょうどね、ここに、武蔵野線ありますけども、
ちょうどですね、西船橋と、船橋ホテルの間ぐらいですかね、そこら辺のところ歩いてます。また来ましたね、ちょっと、武蔵野線が走ってますけど、ちょっとね拡大すると見えるかな、もうそろそろね行きます。はい、またね、遠くの方でちょっと武蔵野線走ってますけども、はい、このですねちょっと武蔵野線の、速度部分って言ってますかね、まあ、そういうところね歩いております。で多分ここもちょっとね円形になってて、そこにちょっとね途切れてる部分があるんで、そこはちょっとぐるって回って先ほどのまたメインのね通りのところに、戻る必要があるんですけども、そこはですねちょっと回避しながらね歩いていきたいと思います。はい、ここのとこがちょうど武蔵野線が正面で、これ立体交差したら良かったんですけど、立体交差という形じゃなくて、この先がですねまた先ほど あのメインでね歩いてきた通りのところになりますので、そこのとこがねまた戻りたいと思います。ちょっと離れますけどね、はい、ただ今日もとても、気持ちよく晴れてますね。こんな感じで晴れてます。で再びまた、武蔵野線の、速道のようなね、ところをね今歩いているような感じです。今ちょうどそこのとこが、武蔵野線がですのところですね、下がくぐれる部分になってますので、そこをですね、くぐって、元の道に戻りたいとは思っております。で今現在はまだね残念ながら、まあ、このなんで円形になっているかというとね、遺構はね、見つかってないんですけども、ちょっとねそれとは別にですね、まあ、この動画とはちょっと関係はないんですけどね、ここのとこちょっとね面白いところになっているので、そこもちょっと紹介はねしたいと思います。で今いるところがこういうふうにね、これ武蔵野線のところなんですけども、小金線中山河川橋橋梁ですかね、そういうものが、ね、あるんですけども、まあ竣工は昭和51年3月31日ですね。はい、今ちょうど、ね電車が上を通ってますけども、ここがですねどうやら昔、まあ、成田方面に行くですね、まあ、新幹線の、まあ、跡地だったらしいですね。なんかね調べたら、ね、そういう風に出てきたので、そういう風な、ね、跡地になっていたりです。ここがちょうど、ね、くぼんでるんですけども、ここのところですね、クロスするような形になるかと思うんですけども、まあ、成田新幹線というね新幹線が、まあ、予定されてた土地だったみたいなようです。今はねもうこんな風にねただの、こういう風な高架橋になってますけども、なんかこれにね成田新幹線を敷設するというような計画が、昔あったようです。なのでもしねそれが完成してればね、また違った風景が見られたのかもしれないですけども、今はですねその計画ももちろん、なくなってしまいましたので、まあ、こういう風な、ね、ところになっております。で見えないんですけど、この奥の方がですねちょっと森っぽくなっているところの、この先がですね、中山競馬場の敷地ということになってます。じゃあねちょっとね戻りたいと思います。こちらからね、戻っていきたいと思います。で今ここね何も飾られてない、昔ねここ今ね映している建物は相撲部屋だったと思います。相撲部屋があったんですけど、今はあの看板とかもね取り外されてしまっているので、相撲部屋として稼働しているかどうか分からなかったんですけども、結構ねここの建物お相撲さんがねいっぱいいました。はい、ということでちょっとね登るんですけども、ここから登って、先ほどの道路をね復帰したいと思います。でここもちょっとね本当、まあ、川っていうかね堀割みたいな形になってて、多分成田新幹線とかね、通るような、ね、場所だったと思います。もともとこういう風にくぼんでたのか、それとも人工的に、作ったのか、ちょっとねそこら辺はちょっとわからないんですけども、まあ、そこら辺はねあの本当に、鉄道に詳しい、方々に、説明をねお譲りしたいと思うんですけども、まあ、ここら辺がちょっと成田新幹線がね走るような、ね、場所だったということみたいです。さてだいぶ、登ってきまして、まもなく、そのね先ほどの、道路のところに、ね、復帰するというような形になりますけども、はい、でここら辺もいろいろとですね、まあ、公団の建物が建ってたんですが、今こういうふうなですね、工事中になってまして、
もう人が誰も今住んでません。この奥の方にね、たくさん団地が並んでるんですけども、ここのところは、ね、全部もう人が住んでなくて、多分ね新しく建て直すんだと思うんですけどね。多分ここら辺も、まあ、県か国もしくはねそれに付随するようなところが、まあ、管理しているようなところだと思ってます。で今、ね、またねぐるっとその円形になってる、道路のところに、ね戻ってきました。今のところちょっとね残念ながらね、ヒントになるものが、残ってないんですけども、まあ、ちょっとした、ね、面白い建物とか、あともともとなんかね相撲部屋があった場所とか、まあ、そういうところはね紹介できましたし、あと成田新幹線のね移行はありました。ただ肝心なこちらね円形となるもののヒントになるものですね、今のところ見つけられてません。もうちょっとでね、一周してしまうんですけども、何かねあればいいかなと思うんですけど、ここら辺も本当に完全にですね、まあ、普通の道路になっているので、パッと見は分かんないんですが、まあ、上からの航空写真でも見る限りはねもうまん丸の円形になってますんで、もうこれはね完全に何かしらの意図でまん丸にしたということだと思います。なので、ね、絶対何かしらのね、ヒントになるものは、残っていると思うんですけども、はい、ということでですね、先ほどのメイン通りの、逆側に来ましたね。はい、今ちょうどですね逆側に来たということで、あともう少しですね、ぐるっと、一周できる、ね、道路が続いてますので、あと残りでですねちょっとね探していきたいと思います。でここのところにもいろいろとですね運動ができるグラウンド等がありまして、これもですね確か市か県かちょっと忘れてしまいましたけども、どちらかのね、施設になっております。で奥の方にはマンション群とかもねあったりするんですけども、本当ねこのですね円形の道路の中の分にいろんな建物が建っているというような感じですね。先ほどから結構人とか車の通りが多いですね。まあ、ここら辺も、まあ、本当住宅街ではあるので、まあ、そこそこ、車とか、まあ、人通りとかあったりはするんですけども、今日はちょっといつもより若干多いというような感じですかね。でここら辺はですね船橋の行田1丁目というようなところになってますね。で相変わらずこういう風な、ね、道がね、続いております。もうそろそろですね、一周するようなね、ところまではね、来ております。ここにもね大きなグラウンドがありますね。この先もですね国か県の機関どっちかちょっと、忘れてしまいましたけども、税務大学校がねありますね。この建物が、ちょっと見えてきましたけども、こちらのね、建物が、税務大学校になってます。許可なく校内立ち入り禁止ということで税務大学校東京研修所ですね、そういうふうな、ね、建物が建っております。はい、ここにも書いてありますね、税務大学校東京研修所ということでね、こんな感じですね。こちらにですね、税務大学校東京研修所が、ね、あります。さて間もなく、一周しようというところになってきましたけども、何かありますかね。今ねこちらの方、まあ、税務大学校が、こちらにあるんですけども、その隣がですね、先ほど言った、県立行田公園になります。なのでここはね、千葉県の、ね、県立公園に、なります。ここの公園もね本当に結構、人がね、まあ、ランニングしてたりとか、あとね、子どもたちがね遊んでるね公園になってて、あとは本当にあのマラソン大会とかもねここぐるぐる回ってねあったりするようなねとこになってます。結構ね、いい公園になってます。さてぐるっと、一周してきましたけども、今日も本当に皆さん楽しそうにね、遊んでたりとか本当に、ランニングしてたね、してますね。はい、で本当に今日のちょっと目的の本当にこの道路ね一周のね、まあ、ヒントになるものがあればいいんですけども、ちょっとしたね小さいものもねあればねいいんですけどね、見つかりますかね。
なんかここら辺もちょっといろいろと道路の改修とかもなんか行われてみたいですね。はい、でここにもちょっとね広いねスペースがあったりするんですけども、なんかちょっと面白いっていうかちょっと小さいねなんかあるんですけど、ちょっとね見てみましょうかね。ここにねなんかね変な空間があって、ここの境界線ねこれです。まあちょっとしたものなんですけども、ちょっとねこちらの方ね見ていきたいと思います。はい、ということでちょっと発見しました。こちらですね、見えますかね、海軍ってね書いてあるんですね。海軍です。はい、ここのとこです。ここのとこに海軍って書いてます。海軍ですね。ちょっと薄くて見えます。こう見えれば見えるんですかね、見えますかね。はい、海軍ってね書いてあるんですね。ここのとこに海軍って書いてあります。なので、はい、ここのねどうやら建物、これ旧日本軍の海軍の何かしらあった施設だということがね、先ほどのこちら本当に小さなね、このあの建造物というか本当にあの杭みたいな、ねものなんですけども、こんなものがねこのね、道路沿いにありました。はい、ということでこれが一つ発見ですね。ちょっとこれで検索かけてみますね。はい、ということで、検索かけてみました。どうやらここら辺、旧日本軍の海軍ね施設があって、まあ、電波塔があった、ね、施設だということがね分かりました。あとですね、もう一つこの先にも、そのですね海軍の痕跡が残っているみたいなんで、そちらの方をね、ちょっと見てみたいと思います。この道路よりちょっと外側に外れた部分にそのなんか境界区みたいなのがね残っているみたいなので、そちらの方もね、見ていきたいと思います。でもうちょっとしたらね一周なんで、まあ、一周したらねその一周したそのちょっとねその先みたいなんで、そこを見ていきたいと思います。いや見つかってよかったですね。はい、海軍なんですね。やはりここら辺もまあ戦争以降というものがね、残ってたりします。このですね船橋で、あの新船橋っていうね駅があるんですけど、そこの近くに確か三菱電機の工場でもうほとんどですね稼働しなくて、まあ、土地とかもねほぼ更地になっているような部分があるんですけども、そこももともと確か、航空機とか作ってた場所じゃなかったかな。で、まあ、戦後ですね、まあ、洗濯機とかそういう風なね白物家電が作られるような、ね工場があったんですけども、まあ、やはりここら辺も結構その、まあ、軍事産業的なものが結構あるような地域だったので、まあ、そういうふうな、ねところでいろいろと、まあ、戦争以降とか、まあ、戦争以降っていうよりかはなんていうのかな、昔 の, その軍の施設の史跡みたいのがあるようなところだったりするんですよね。なのでここのですねちょっとね、一周してた道路もこれは、旧日本軍の海軍ですね、こちらのところで使われた施設というところになっております。なのでね、まあ、謎は解けたんですが、ちょっとねもう一つ、海軍の方の遺構というものが先ほどのですね境界杭があるみたいです。あとこの、行田公園の中の方にも、まあ、ここはどういうところであったかという説明書きがねあるようなんで、そちらの方もね、見ていきたいと思います。はい、ということで、間もなくね、一周しようというところだったんですが、ここからですねちょっとこちらにちょっとね、道をそれて、でこっちのですね、道路の奥の方にその、境界区がねあるということなので、そちらの方もね、見ていきたいと思います。ここもね、パッと見ただのね普通の道路なんですが、今ですね、自転車が出てきましたけども、ここの入ったところにね、その境界区があるということなので、そちらの方を、ね、見ていきたいと思います。はい、こんなですね細い道路になるんですけども、ありましたね。はい、こちらの方にねありました。これですね。はい、見えますかね、海軍ということで、
もう本当ね、パッと見何の変哲もない、まあ普通にだったらね見過ごすような、境界区域なんですけども、こちらの方ねはっきりとね海軍と書いてますね。こんな感じですね、海軍ってね書いてますね。はい、ということでここのところにもねありましたね。ここも本当に普通の人がね通るような道路なので、もうパッと見だと本当にわからないですね。いやこんなところにあると思わなかったですけど、こんなね細いよね、道路のところにあったりするんですよ。こんなところにあるので、はい。じゃああと最後ね、行田公園の中に、こちらの方の説明書きもねあるみたいなので、そちらを見てですね、最後ですね、なんでこのね道路が円形だったかというところも含めて応援したいと思います。はい、ということですね。ちょっとね行田公園内をね歩いていきたいと思います。もうここからですね、そこのその説明書きが書いてあるところもね、もうちょっとというところなので、せっかくならね、この県立行田公園内をね歩いていきたいと思います。いや今日も本当に人がいっぱいいるんで、はい、皆さんウォーキングとかねランニングとかしてますね。でこちらがですね県立行田公園の、ね、案内図ということになってまして、この中ね歩道橋のあるですねところから、まあ、西と東に、ね、分かれてるんですけども、こちらの方ですね、まあ、東メイン広場かな、あどっちだったかな、西メイン広場かな、西メイン広場の方に、そのですね、このなんで円形になっているかというところの答えがね書かれてますので、そちらの方ね行きたいと思います。で先ほどオープニングを撮ったところまで戻ってきました。こういうふうにね、芝生広場が広がってて皆さん楽しく遊ばれてますね。まあ、先ほども言った通りですね、ここら辺はまあ船橋の本当にそうですね、駅からまあ少し離れたね、ようなところなんですけども、まあ、住宅街ということなんですが、まあ、こちらね県立公園になってますので、まあ、結構ね、遊ばれてたり、まあ、憩いの場所というようなね場所になっております。今日はもうすでに、まあ、冬休みに入っているということもあって、もう学校も休みなんでね、まあ、明日大晦日ですね。まあ、皆さんもう用意とかも終わってるか、まあ、最近は多分もう正月とかもねまともに用意しているご家庭も少なくはなってきているとは思いますので、まあ、皆さんね冬休みを堪能してるんじゃないかなと思います。いやこんな感じですね、とてもね、広々とした、まあ、芝生広場とかねあったりします。さてあともうちょっとで、着きます。はい、ということですね、こちらの、ね、歩道橋の方、先上がってきます。先ほどの、中央ですね、まあ、横串みたいに円形の道路ですね、横串みたいな道路をね、ここになりまして、こちらの方ですね歩道橋を上がっていくというような感じですね。この先にこのねなんで円形になっているかということの、まあ、答えになっている、ところがねあるということなので、そこで最終的にねこの道路なんで円形だったのかということがね、分かります。今ね、まあ、歩道橋の上に上がってきまして、先ほどの円形をですねちょうどね真ん中を貫くようなね中央道路がねこんな感じになってます。はい、でここを降りてってそこのとこにねなんかねモニュメントがあって、そこにですね説明書きがねあるということですね。モニュメントはね見えてきました。はい、こちらの方ねモニュメントが見えてきましたので、そこのとこにね説明書きが書いてあるみたいです。ちょっとねそこまで行ってみたいと思います。はい、西側の方に行きましたけどね、こちらの方もねこういう風な落ち着いた公園に、なっておりまして、で先ほどのモニュメントがねこちらにあります。結構本当今日は人が多いな、やっぱ冬休みっていうことでね人は多いですね。
はい、ということでね、はい、見えてきました、こちらですね。はい、こちらがね、モニュメントになっております。で、まあ、なんて書いてあるかというと、船橋無線塔記念碑ということで、はい、こちらね、この円形の道路、ここのところに船橋の、ね、無線塔が立っていたということがあったので、まあ、円形になっているということですね。まあ、こちらの方の、道路の、ね、円形になってますけども、まあ、確か、神奈川県の方ね、同じような円形のところがあったと思います。まあ、それと似たような、ね、感じになっているんですが、先ほどちょっと、読んでみましたけども、結構ね、ここ、歴史のある、ところみたいです。船橋無線塔記念碑ということで、でこちらの方ね、ちょっと読んでいきたいと思います。ちょっとかすれちゃってるので、ね、そばね、読んでいきたいと思いますけども、ここ下総台地の一角にかつて無線塔がありましたということですね。大正4年1915年に船橋海軍無線電信所が創設されたということで、やはりですね、先ほどの遺構ですね、海軍のあのちょうどですね、あの杭があったものに海軍って書いてあるんですが、これはですね、船橋海軍ですね、こちらの方があって、それの無線電信所があったということになります。これはね、大正4年1915年に、まあ、創設されたということになってます。で、大正5年にはハワイ中継でアメリカのウィルソン大統領と日本の大正天皇とで電波の交信があったということですね。なのでね、ここのですね、無線電信所、かなり由緒正しいところだということがわかります。で、広く平和的にも利用されてたので、船橋の地名が初めて世界地図に書き込まれたということで、これもそうですよね。なので最初はもちろん、平和的に、ね、利用されてたということみたいです。でその後なんですが、大正12年、1923年の関東大震災の時には救援電波を出して多くの人を助けたということになっております。でさらにですね、時が、下って昭和16年1941年の頃には超短波用の大アンテナ群が完成し、そしてですね、ここからがちょっと戦争以降になりますね。太平洋戦争開幕を告げる、ここちょっとね、白くなってますけども、新高山登れ一蓋丸八、これですね、あれです、あのパールハーバーですね、真珠湾攻撃の電波、これもですね、ここから出たということなので、ちょっとね、悲しいね、出来事とかもここら辺でね、あったということみたいですね。ここからですね、太平洋戦争があって、まあ、日本はですね、アメリカに負けてしまうということになるんですけども、まあ、このですね、あのパールハーバーですね、真珠湾攻撃、こちらの電波もここからね、送られてきたということになります。で、まあ、船橋のシンボルとして市民に親しまれてきたが、昭和46年1971年5月に解体されて、この歴史を閉じたということになっております。ということでですね、ここのところに、まあ、船橋無線塔記念碑というものがあってね、こういうふうな、ね、記念碑がね、立っております。こんな感じになってね、立っております。今はですね、皆さん本当に、平和のね、こういうふうな、ね、公園に、なってますけども、昔はね、こういうふうな、ね、ものがあって、無線塔がですね、あったというような、ね、ところになってます。まあ、最初はなんか平和利用とかね、いろいろとされてて、で最終的には、ね、太平洋戦争とか、まあ、ちょっとね、悲しい出来事もあったんですけども、まあ、そういうふうな、ね、ものがね、ここのところにあったということで、なのでですね、公園としてはこういうふうに残ってて、でさらにですね、周辺の道路がですね、ちょうど、ね、円形になってたということが分かりました。はい、ということでね、謎は解けたということになります。はい、ということでですね、今船橋の、行田公園に、来てですね、この周りにちょっとね、円形の道路がありましたので、そちらの方ですね、ちょっとね、調査してきました。まあ、日本軍ですね、旧日本軍海軍のその電波塔がね、あったということで、まあ、丸くね、作られてたということですね。ぐるっと回る形で、まあ、電波発するところですね、ぐるっとね、周り、
円形になっていることが、ね、あるので、まあ、そこでですね、こちらの方が、まあ、遺構としてね、円形として道路が、ね、残っていたということになります。で、ね、歴史としてもね、いろいろね、あったということで、今回ね、ちょっとね、いろいろとね、勉強になりました。はい、ということで、船橋のですね、円形の道路の謎が解けたということになります。それではですね、次回の動画ね、お会いしたいと思います。それではごきげんよう。さよなら、スラクルでした。